こんにちは。今回は熊本県教員の魅力を発信ということで、次のような話をしていきたいと思います。まずはじめに自己紹介です。私は荒尾市立荒尾第三中学校に勤務をしています、高木健吾と言います。教職2年目になりました。本年度は2年生の担任、それから担当教科は保健体育を受け持っています。どうぞよろしくお願いします。次に私が教員を目指したきっかけについて話をします。私が教員を目指したきっかけは中学校時代の恩師との出会いです。その恩師は私たちのために一生懸命関わってくださいました。その中でたくさんのことを経験し、多くの学びがありましたが、その学びは私の人生の礎となっています。私は大人になり、そのような恩師のようになりたい、そのような教員になりたいと強く思うようになり、教員を目指しました。次に教員の仕事について話をしていきます。まずはじめに教員の一日の流れについて話をします。教員の勤務開始は8時15分です。朝の始めには朝の会があります。ここでは私は担任をしていますので、教室へ行き、朝の挨拶、健康観察、一日の流れの説明などを行います。次に午前中の授業、1時間目から4時間目になりますが、ここでは担当している保健体育の授業を行います。そして給食指導、給食後の昼休み、その後午後の授業、授業終了後清掃、仮の会、そして放課後になります。放課後は部活動がございますので、陸上競技部の方を見ています。この時期は19時終了となっていますので、その後帰る準備をして私も帰宅をするようにしています。以上が教員の一日の流れになります。皆さんは教員の仕事と聞いてどんなことを思い浮かべますか？世間では多忙、ブラックなんていう言葉も聞いたりしますが、本校では少しずつ働き方改革が進んでいます。例えば定時退勤の推進です。本校では毎週月曜日に定時退勤日というものが設けられています。教員の退勤時間は16時45分です。その時間から帰り準備を始め、17時には帰宅をするようにしています。それから部活動の取り組みです。本校は複数の教員で部活動を受け持つようにしています。私が担当している陸上競技部も5人の職員で見ることで、随分ゆとりが持てるようになりました。また地域からたくさんの方が外部指導者として学校に指導に来てくださっていることで、随分ゆとりが出てきています。次にこの仕事の魅力について話をします。この仕事の一番の魅力は、生徒のやったできたという喜びを共に分かち合うことができるところです。もちろんいいことばかりではありませんが、生徒と共に喜びや悲しみを分かち合う中で、私自身大きく成長することができています。教員になって嬉しくて涙を流すことも何度もあります。そんな経験ができるのも教員の大きな魅力だと私は考えています。最後に先生を目指す人たちに一言話をします。教員は子どもたちが大好き、学校が大好きという人が向いています。そのような気持ちで子どもたちと一生懸命関われば関わるほど、多くのことを返してくれるなど、大変やりがいのある仕事だと私は思っています。これから教員を目指す皆さんといつか一緒に働くことを楽しみにしています。以上で動画の方が終わりになります。この動画を見て何か感じるものがあったり、または教員の魅力が少しでも伝わっていたらありがたい限りです。動画を見てくださってありがとうございました。